はい、こんばんは、こんにちは、ゼマスプータです。今日もジュートの動画を撮っていきたいと思います。今日の動画はですね、なんと2日ぶりということで皆さん、お久しぶりです。いやー、もう最近寝落ちがひどすぎましてね、ほんと楽しみにしてる方、ほんと申し訳ないです。いや、もう動画もそうなんですけど、もうスタミナも全然使わず、BP ポイントも溜まりまくってるわ。おまけにね、4次元屋敷を1日ね、やり損ねた日がありまして、もう限界突破のあの星4素材。あれかなりね、もらえるの貴重じゃないですか、クリア報酬でね。もうあれを取り損ねたのがほんとショックで、もう二度とね、そういうことはしないようにちょっと気をつけようと思ってるんですけど、もうなんせね、日付変わってすぐやらないんですよ、いつも。夜ね、もうほんと最後寝る前にやるんで、ゆっくり。もうそれが間違いでした。ほんとミスったなと思ってます。で、まあそんな中ですね、今回はその遊白草選挙。遊白草選挙以来のこの動画なんですけどね、もうその際ほんとご協力いただいた方、改めまして、ほんとありがとうございました。で、その際にね、妖狐クラムに返信させていただいたんですけど、もう批判覚悟でね、もうほんと砂掛けババアだったし、もうね、かなりね、ちょっとクオリティ低いと自分では思ってたんで、もう何言われるかなちょっと怖かったんですが、もう逆にね、もうほんとお褒めの言葉たくさんいただきまして、もうめちゃくちゃ自信も出ましたし、何よりね、ほんとやってよかったなと思いました。はい、もう本当ありがとうございます。でですね、まあちょっと昨日のそのクラブゲームズの生放送でのね、ちょっと情報をちょっとお知らせしておこうかなと思うんですけど、まず一つ目が、クリスマスプレゼントもらえるみたいですね。24日と25日、どちらか一回だけでもログインすると、かなり豪華なね、プレゼントもらえるみたいです。で、むしろね、取り忘れると本当後悔するよぐらいの感じで、言っておりましたので、もう絶対ね、ログインした方がいいです。まあ、何がもらえるのか、ちょっとね、予想つかないんですけど、まあ、霊石なのか、チケットとか、ま、いろいろあるんですが、まあ、今ね、そのクリスマス、ピックアップ来てるじゃないですか、このケイコちゃんとユキナ。これめっちゃ可愛いですよね、ほんとね、プーちゃんいたり、ユウスケ、このユウスケのぬいぐるみ。これもうユウスケじゃないけどね、もはや。まあ、プーちゃんめちゃくちゃ可愛い。で、まあ、ユキナもね、こう、ちょっとプレゼント後ろに隠して、こう、ヒエかクワバラに、渡そうとしてるのかわかんないですけど、いや、可愛いですね、この二人。でも結構ガチャ引いてる人多いと思うんですけど、まだ自分はね、引いてないんですが、まあ、このね、ピックアップガチャ引くと、一回引くごとにね、このクリスマスチケットもらえるんですよね。まあ、なので、このチケットが、ワンチャンね、もらえるんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、まあ、ないか。ないですかね。もう50枚もらえたらもうラッキーですけどね。まあ、さすがにそれはないですかね。まあ、何がもらえるかわかんないですけど、結構ね、豪華なものがもらえるみたいです。あとはお正月にね、お年玉ももらえるみたいですよ。もうかなりね、玉を強調しました。もうたま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 言ってたんで、多分この霊石玉なんでね、この霊石もらえるんじゃないかなと思っております。まあ、1000個ぐらいね、もらえたらもうかなりハッピーですけど、まあ、多分それはないんで、まあ、多分もらえて100個かな。100個、まあ、50個。うん、まあ、その辺だと思うんですけど、なんかまあ、お年玉もらえるみたいです。あとはですね、あれですね、クラマ。今年のね、10月に遊白書ブルーレイボックス発売しているみたいで、まあ、そこに入ってる番外編って言っていいのかな、スピンオフって言っていいのかな、ちょっとよくわかんないんですけど、自分持ってないのでね。まあ、ツイッターのユーザーさんにはね、中には持ってる方いて、まあ、結構クラマとかヒエが出てきてね、かなりクラマ出てくるんで、見た方がいいよって結構勧められてるんですけど、まあ、そこに出てくる中学生クラマをね、多分題材としたイベントが来るみたいです。まあ、今で言うと、ルカちゃんのね、イベント来てるじゃないですか、このコンペ集めですね。このルカ式で、その星音のクラマって今まだいないんですけど、まあ、そこで初の星音クラマが実装されるみたいで、多分コンペ集めて SSS ランクにするようなイベントだと思うんですけど、まあ、そちらが1月にね、来るみたいなんで、まあ、自分もクラマ大好きですしね、多分クラマファンの人は、かなりね、楽しみだと思っております。はい、楽しみにしておきましょう。まあ、そういうイベントが来たり、あとはね、同じような感じで、そのランド、この星音コンペのね、始まりはランドだったんですよ。だから最近始めた方はね、持ってない方も多いかと思うんですけど、まあ、初めからね、やってる、まじまた初めからやってる人は持ってると思うんですが、まあ、このランド、星4のね、ランド SSS ランクにやるやつが一番初めだったんですよ。まあ、このイベントのなんか復刻が来るみたいで、めちゃくちゃ早いですよね。まだ多分3ヶ月ぐらいしか経ってないのに、まあ、復刻イベント来るみたいで、まあ、持ってない人はかなりね、ラッキーだと思いますし、まあ、いや、もうすでにね、これ自分みたいに終わってる人も一応チケットはまた多分復活するみたいなこと言ってたので、まあ、多分チケットはもらえるっぽいのでまたやる価値はあるのかなと思います。はい、あとは今日お知らせで来てたこのジャンプフェスタの話とかもしてましたね。まあ明日からとかもう日付変わってからですね、今回、10日間ね、毎日霊石5個もらえたり、まあ、1日1回無料ガチャ、あとは限定クエストだったりイベントミッションが始まったりとかもします。
で、まあ、新キャラのね、発表はなかったですね。その星4キャラのクラマが来るぐらいかな。で、あと、なんかあったかな。あとね、この限定クエストってありますよね。毎日、キャラクエストとか。毎回これ大変なやつ。まあ、スタミナ消費も激しいし、毎回タップしてね、やらなきゃいけない。この点が、なんかスキップ機能がつくみたいな話をされてまして、まあ、いわば短縮機能が、検討してると。まあ、なので、そんな時間かけずに、このキャラクエスト回れるような、システムを考えているみたいです。で、プラス、これストーリー、まあ、今だとイベントですよね。まあ、多分この辺回ってる方多いと思うんですよ。で、このイベントもね、まあ、こう、毎回タップして、まあ、フレンド選んで、こう、挑戦、挑むっていうのを押さないと、まあ、それはできないじゃないですか。まあ、これを、スタミナをね、一応、今48あるんですけど、まあ、80までマックス回復しておいて、その間に、なんか設定をすると、自動でね、スタミナがゼロになるまで、同じとこをね、周回してくれるっていう機能も、今後考えてるみたいです。まあ、なんかこれ嬉しいですよね。だから仕事とかで忙しかったり、まあ、今日はちょっとマジバトできないんだっていう人も、まあ、そういう設定、まあ、スタミナ、満タンにしといて、周回の設定をしておくと、勝手に自動で、周回してくれるっていう、機能が、実装予定ということなので、もうこれめちゃくちゃ嬉しい情報だと思うんですよね。はい。かなり楽に、イベントとか回れるようになるのかなと思います。で、あとね、そんな中ですね、ちょ、質問コーナーも、始まりまして、そのクラブゲームズの生放送でね。で、そこで、まあ、いろんな質問があったんですけど、まあ、中でもね、ちょっと今日気になったことがあって、そこを、今日はね、軸にやっていこうと思うんですが、以前のね、自分の動画でも、通常攻撃の謎っていうのをやってきたんですよ。まあ、何の謎かっていうと、まあ、通常攻撃って、結局はその攻撃力が反映されて、ダメージが出るのか、もしくはその攻撃力と揚力、足した数値なのかとか、ちょっと謎が多かったんですよね。で、自分それすごい気になって自分で検証しまして、まあ、今はこの陽子クラムだった揚力タイプなので、まあ、結局結果だけ言うと、その揚力値を、上げとけば、まあ、通常攻撃も、必然的にダメージが上がると。まあ、なので揚力タイプはそんな攻撃力上げても意味ないよっていう話を、したことがあったんですよ。だから反対に、まあ、カラスとかだったら攻撃タイプなんで、どうしようかな。こっちよりキャラクター一覧見た方がいいか。なので、まあ、攻撃タイプのキャラクターいろいろいると思うんですけど、まあ、こうトグロ、まあ、攻撃タイプなんで、まあ、これ攻撃値だけ上げとけばいいっていう話を、一回したことがあったんですが、まあ、そこでね、運営さんから初めてね、答えが聞けまして、なんとね、通常攻撃は、この攻撃値プラス揚力値を足した数値が、反映されるみたいです。どのキャラも。まあ、ただ、まあ、そう言いましてもね、まあ、例えばね、この陽子クラマ見ていくと、今このちょうどね、攻撃力1973と揚力1941、だいたい半々の、まあ、プラスしたら3900ぐらいの数値なんですが、まあ、結局は揚力タイプは、揚力値が高いことに越したことはないんですよ。だからその3900ですけど、この足してる数値が、例えば攻撃力が3000の揚力1000よりかは、揚力3000、攻撃1000の4000の方がダメージは、絶対増えます。だから同じ、足した数値が4000でも、揚力タイプは揚力値が上がってる方が、やっぱ通常攻撃は上がるし、攻撃タイプに関してはその逆ですよね。はい。なのですが、ただその攻撃力が、全く無駄なのかっていうと、そうではないっていう答えでした。なので、ちょっとそこのね、ちょっと説明してるより実践して、証明した方が分かりやすいと思うので、ちょっと今日はそこをやっていこうと思うんですけど、まあ、ストーリーのね、ちょっと一番簡単なとこ行きますね。ここ行きます。上級でやりましょう。なので、まあ、今この陽子クラマ見ていただくと、ちょっとチーム編成いきますね。まあ、今ちょっとプーちゃんつけて、ちょっと外します。まあ、今さっきも説明したんですが、今こんな感じで半々な感じです。はい。で、まあ、3900ですね。この攻撃と揚力を足した数値が。で、これにですね、まあ、今サポート、この大久保さんとちょっとプーちゃんで使い分けるんですけど、この大久保さんのステータスが、一応揚力値が373の攻撃373なんですよ。ね。で、プーちゃんをつけると、この揚力値373一緒なんですよ。ただ、攻撃力は1125上がってるので、必然的にプーちゃんの方が攻撃力が高い感じになってます。まあ、なので、その状態で比べたときに、しっかりね、プーちゃんつけたときの方が、通常攻撃のね、ダメージが上がれば、
しっかりね、そういう、システムっていうことがね、理解できると思うので、ちょっとやっていこうかなと思います。ではでは、じゃあまず、プーちゃんよりは、大久保さんつけていきましょうか。大久保さんは攻撃値全然低いんで、ちょっとこの低いバージョンでやっていこうと思います。なので、まぁ、ちょっとね、この通常攻撃の数値見といておいてもらえたらなと思います。はい、だいたい6300ですね。6300。で、なのでね、以前の動画では、その以前検証したその通常攻撃動画では、完全にね、攻撃値と揚力値は一緒にして、その、攻撃値が高いのと、揚力値が高いのとで、比較したんですよ。割合がね。その3000、同じ総合3000のうち、揚力値が高めの3000と、攻撃が高めの3000。で、比べたら、やっぱりね、その、揚力タイプのキャラクターに関しては、揚力の割合が多い3000の方が、やっぱり通常攻撃は上がったんですよ。まあ、そこは知っていたので、まあ、しっかりね、今回攻撃力が上がるだけで、しっかりね、ダメージ、この通常攻撃はダメージ量上がるのかっていうのをちょっと見てます。まあ、なので、今、低いバージョンはこの通常攻撃6000という形になってます。ちょっとね、説明が下手なんでね、今の日本語で分かってもらえてるか分かんないんですけど。はい、まあちょっとここね、早く終わろうかなって感じですよね。ちょっと長くなって申し訳ないんですけど、ちょっとね、最後まで見ましょう。まあ、こんな感じでね、ちょっとようこさんね、会心率アップ持ってるからね、クリティカル出やすいんでね、ちょっと検証しにくいんですけど。はい。まあ、まず最初はこんな感じです。だいたい6600ぐらいです。これを怒らせた罪は重い。でですね、まあ、ここで、次はですよ。言えば、ここのもう一回数値ちょっと見といてもらいたいんですけど、揚力373の攻撃373でやってました。で、次は、プーちゃんですね。このプーちゃんに変えると、揚力値は全く一緒です。373なんですけど、今回攻撃はね、かなり700ぐらい跳ね上がってるので、これを、つけた状態でいくと、しっかりダメージは上がるのかっていうところなんですよ。まあ、なので、攻撃値プラス揚力値が本当にちゃんと反映されているのかっていうのを、ちょっと検証してます。はい、8400ですね。まあ、なので、攻撃上がっただけでもダメージ量ちゃんと増えてます。まあ、なので、だから前回のね、自分の動画見てもらってると、その揚力タイプは攻撃、全く意味ないやん。って思ってる方多いと思うんですよ。勘違いされてしまった方。まあ、自分のちょっと検証の仕方が悪かったんですけど。まあ、なので、しっかり揚力タイプのキャラクターでも、攻撃力上がるとね、通常攻撃にはしっかり反映されるっていうことなので、はい、そこはちょっとね、改めて、覚えといてもらえたらなと思います。ただ、このね、必殺技に関してはしっかりね、こう、揚力ダメージって書いてあるので、まあ、攻撃力上げたところでダメージ量は多分、上がらないはずです。はい。多分、上さんもそうやって言ってました。ちょっと長くなるので、ここスキップしましょうか。なので、そんな感じです。で、まあ、ここでね、もう一つちょっとプチでね、プチ気になるのが、ジンさんちょっと使っていくんですけど、ジンの必殺技、暴風障壁あるじゃないですか。どこだ、ジンちゃん。いた。この暴風障壁って、その通常攻撃回避プラス、攻撃力アップがつくんですよ。で、ここをうまく活かすには、やっぱここ、同じ縦列にね、攻撃タイプのキャラクターつけておくのが、まあ、それは一番いいんですけど、今まではね、自分の考えではですよ、この揚力タイプだともったいないと思ったんですよ。何の意味もないと思ったんで、この暴風障壁の攻撃力アップが全く揚力タイプには反映されないと思っていたので、意味ないと思っていたんですけど、それがね、実は意味あります。まあ、なので、あ、このこれでいいか。そのままで良かったですね。ごめんなさい。外しちゃったんですけど、このままでいきます。で、まあ、プーちゃんさっきつけた状態の通常だと8800とか、まあ、9000弱ぐらいだったと思うんですけど、しっかりね、暴風障壁でその攻撃力アップしたようこさんの、通常攻撃のダメージ上がるのかちょっと見ていきたいと思います。これでようこさんは今攻撃がアップしてます。ってなると、ちょっとね、ビビたる感じですけど、まあ、さっき9000弱だったんですが、まあ、1万までね、しっかり伸びております。まあ、なので、暴風障壁も一応揚力タイプにも、効果は、なくはないんだよって話。まあ、ビビたるもんですけどね。
まあ、同じ攻撃タイプ連れておくことに越したことはないんですが、今ちょっと切れましたね、攻撃アップ。まあ、なので、まあ、さっきまで1万出てましたけど、まあ、次見てもらうと多分ね、はい、8000ぐらい、まあ、1000ぐらいダメージ下がってます。なので、まあ、もう一回ね、何もついてないバージョン、あ、ちょっとクリティカル出ちゃったけど。ちょっと待ってくださいね。まあ、ここで、はい、8100。ちゃんとね、戻っておりますので、まあ、しっかりね、暴風衝撃の意味も、一応、揚力タイプにも効くという感じです。はい。まあ、なのでね、ちょっと以前の動画でもしかしたら、ちょっと勘違いさせてしまった部分があったと思うので、まあ、ちょっとね、今日そこを、しっかり証明しようと思って、今回撮らせていただきました。はい。なので、まあ、一応、通常攻撃は攻撃力プラス揚力値っていう、反映の仕方になるので、そこだけ気をつけてください。はい。ということでね、今日は以上となります。最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。またよかったらね、グッドボタンやコメントなどもよろしくお願いします。ではですね、また明日も動画撮れたら、アップしていこうと思うので、楽しみにしておいてもらえたらなと思います。では、またねー。